こんにちは。手でゲーをするコミーです。これは車の中で編んでいます。もちろん運転はしていませんね。昨日の撮影になるんですけど、昨日の動画、超グダグダな作り目をするみたいな動画あれの続きですね。ちょっと遠くまで出かける用事があって、で、まあ私にしてはロングドライブだったんですね。でもちろん日帰りなので、で運転をしていると、まあ一人だと特に、休憩をしないで運転し続けるということが、運転し続けてしまう、休憩を取らないタイプなんですよ。なので、まあ無理やり休憩のためにというかまあね、作り目しかやってなかったから編みたいっていうのもあるんですけど、そんなんで、編み物を持っていきました。そうですね、せっかく編むんだったら、撮影してみようかなみたいな感じで、ミニ三脚も持って行ってみました。まあ、車の中でどうやってその設置して、どういうアングルで撮るのかみたいなのは、まあ、何も考えずとりあえず持ってったんですよ、三脚を。でちょっとしばらくこういろんなところに三脚をこう無理やり設置して撮影してみるみたいなのをやってみたんですけど、まあミニ三脚なのでね、で足ミニ三脚の足もなんかこう針金みたいにくねくね曲がるものではなくて、もうただまっすぐでこう台の上に置いてみたいな三脚なので、まああまりこう変なとこには設置ができなかったということで、これはね、運転席、助手席にもついているけど、ちょうど頭の上ぐらいにこう日よけの板がありますよね。あれに挟んで、三脚の足を挟んで、だから真上から撮っている感じです。へんてこな画像ですけど、はい。ということで、そのシートのところがすごく日が当たってるのがね、見てわかると思うんですけど、午後の時間帯、午後お昼頃の時間帯ですごく日の当たる場所で、もうだからちょっと汗ばんでいるんですよね。エンジンも止めているし、で、助手席側からすごく日が当たっていたので、そこに上着を引っ掛けてちょっと日を遮っているそんなことをしているところを想像すると笑える動画かもしれませんはい。で、そう、車の中大して片付けないでそのまま撮っちゃって、ブラックガムとか入ってるのがバレちゃうんですけど、そう、眠たくなっちゃうとね、すごく大変なことになるので、はい、ブラックは常備しています。で、昨日のアフレコ中に気がついた、二目ゴム編みなのに一目ゴム編みで編んでいたという衝撃の間違い、あれはね、まあすぐほどいて、今二目ゴム編みをしています。何日か前に、動画で編み始めている、オパールの赤ちゃんの笑顔で編んでいる、こうどんぐり帽子ね、
あれも、棒編み。棒編み、棒編みね。でやってるんだけど、あれ、やっぱりオパールなので細いですよね。まあ、それも別に嫌じゃないし、色がやっぱりこう、変化していくのは編んでいて楽しいですよね。初めてのその、棒針のどんぐり帽子。で、ベルンド・ケストラーさんの久しぶりのいいねミトン的な感じが楽しいんだけど、それよりはこれ全然太いので糸が、またこれはこれで編みやすい感じがすごくしています。だからそう、車の中でスイスイ編みました。なんならもっと編んでてもよかったぐらい、まあ、ただ暑くなってきてあ、もうダメと思ってやめたんですけど、ね、電車の場合にはそのあんまり大きなものだと荷物になったりするけど、車だったらね、そこら辺は気にせず、まあでも今回はすごく小さい荷物なので、まあこれは電車でも持ち歩ける感じですね。うん、だからこれそう、スイスイ編めちゃうなって、これどんどん編んでったらすぐできちゃう感じだなと思いました。まあ他のもね、同時に編んでいるので、これだけ進んでいくっていうわけでもないんですけど、まあそんなところです。でね、これは、道の駅というところで休憩を取りながら編んでるんですけど、駐車場だからね、両脇に車が止まっているんですよ。で、最初はなんかちょっと変な人かなとか思ったり周りの目を気にしたりしたんですけど、ちょうどね、右側の車の人はね、シート倒して寝てたんです。だからまあじゃあいいやと思って、で、左側は車の入れ替わりが結構あったんですけど、その日よけのために上着で目隠しじゃないですけど、日よけを作っているのでそんなに見えないから、まあいいやで全然遠いところなのでね、普段行かないし、ここに知っている人はいないと思ったら、まあ恥ずかしくはない。で、カメラをどこに設置しようかなみたいなことをしている時の方が逆に怪しい編み物してる分には全然怪しくないですもんね。うん、という感じで、まあ新幹線の中のね、車中編みは撮影しましたけど、車の中の車中編みは初めてのトライということで、はい。三脚ね、100均で売っている、足がくねくねする、こうなんか巻きつけられるタイプのものを持っているんですけど、そっちだったらもうちょっと違うアングルで撮れたなというふうに思いました。また何かの機会にね、やりたいなと。はい今日の蓋付きマグカップの代わりそうですね、眠くなっちゃうことが一番運転の時にはね、私の中では大事なポイントなので、うん、ブラックコーヒーでセブンで買ったので、セブンのやつね。でね、そう、眠気覚ましというか、これ逆さまですどっち、カメラどっちにしたらいいのか分かんなくて、そう、こっちです。このまあ飴はあれですけど、このサイズ知ってます？この手のひらに乗っちゃうぐらいな大きさなんですよ。私この間これ知り合いの方に見せていただいて、違う味だったんですけど、そのサイズいいねって言って、のど飴は私大体というかな、よく買うのは龍角散ののど飴なんですけど、このジップロックみたいになったやつで、それちょっと大きいですよね。
まあ、コンビニとかにも売ってますよね。だから飽きちゃいはしない、いつも舐めてるから飽きはしないんだけど、ずっと持ち歩いてると溶けちゃうんですよ。だからすごく大きさ的にね、ちょっとなーみたいな感じがあったんだけど、この大きさね、あの手のひらに乗る感じの大きさはすごく便利、なので買ってみたんですけど、2つまだね他にもありました、いろんな種類が。で2つに絞ったんですけど、これはすごくいいと思いますね。で、まあ、車のそのドライブのお供にと思って買ったけど、このサイズだと普段持ち歩くのにもすごくいいなと思いました。で、なんていうの、四角い形になってこう並んでパッケージされたガムみたいな形のっていうの、のど飴ありますよね。一個ずつこう紙で包んであるタイプ、あれもまあね、携帯用にはいいんだけど、あれももちろん溶けるし、ゴミが出る、一個ずつ食べるとゴミが出るっていう。でそのカバンのポッケとかにゴミがいつも入ってるみたいな、まあ、ちゃんとしてる方はねゴミ箱を見つけて捨てるんだと思うんですけど、まあ私の場合はそうなってしまうので、これはすごく便利だなと思っています。まあ、龍角散ののど飴はなかったけど、違う味ののど飴ということであります。はいコンビニですね、スーパーでは見かけない、コンビニならある感じです。はい、まあでもね、今日はねそんな眠くならずに、今日はというかこの撮影の日は眠くならずに運転が行きました。行きはちょっと用事があって約束の時間があったから、まあ、高速を使ったんですけど、まあ、平日なので高速も混んではいないで、いつも私は Google マップで、iPhone の Google マップでそれをナビにして、ドライブするんですけど、帰りは高速使わなくても、まあ、使うのと使わないので30分ぐらいしか違いがなかったんですよね。だから帰りは、高速使わないで、ドライブしました。そう、そんなに混んでるとこもなく、そう、夕方にかかる前だったっていうのもあるし、でね、Google マップ、まあ皆さん車にナビがついていると思うので Google マップで走るということはあまりないとは思うんですけど、この Google マップがね、ものすごい究極な道を選ぶんですよ。私何の車かこれだと分かんないかな、軽自動車なんですけどね、すごく狭い道も多分空いているという意味でチョイスされると思うんですけど、すごい道を提示してくるわけですよ。で、もちろん軽なので全然通れる道なんですけど、これ普通の大きさの車だったらかなりきついよなみたいな道も結構あります。なので、なんていうかな、最短時間、時間を縮めたいというところではすごく使えるかなと最強の Google マップと思っているんですけど、まあでもね、初めての道でめっちゃ狭い道、しかも夜だったりするともう結構泣きそうになったりとかそういうこともあります。まあなので、もしこの道絶対無理と思ったら、もうそこは無視して、大きい道路で走っていると、また違うルートをね、出してきてくれるので、そういうふうにはしているんですけど、本当にここ本当は自転車だけしか通らないんじゃないのみたいな道とかもあったりして怖っていう感じあります。はい、で、そう、
涼しい、顔は見えないけど涼しく編んでいるけど汗ばむどころか汗流れてるんですよね。すごい、昨日の気温は20何度、まあ外にいたらすごく気持ちよかったんですよ。だから、外でね編む場所を探してもよかったんだけど、またそうなるとそのカメラの設置とかめんどくさいなと思って車内にしたんですよね。はい、ということで本日は車の中で編みましたという動画でした。はい、昨日のグダグダのものが少し進みました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思った方はいいねボタンお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。